大谷静香です。朝の体重測定。朝の体重が 57.4kg、 体脂肪率が 32.4、昨日の夜の 57.8 から 400g 抜けました。体脂肪率は相変わらずこの感じですね。体重は昨日の朝からプラマイゼロです。で、朝ごはんです。朝ごはんはオイコスの無糖とカットしてあるリンゴも食べました。オイコスの無糖って本当に何の味もしないので、なんかブリッブリッってした白い食べ物って感じなので、リンゴの甘みを加えてみましたね。どうせね、リンゴで糖を取るなら加糖のオイコス食べればって感じですけど、なんか砂糖で味付けされているヨーグルトよりも固形物であるリンゴの糖で食べた方が消化にエネルギー使うのかなって勝手に思いながら食べてみたけど、合ってんのかな、どうだろう、トレーナーさん。お昼ご飯です。お昼ご飯はお弁当、豚ロースとなんか周りにぐちゃぐちゃっていろいろあるやつのお弁当選びました。いただきます。で、この日コンサートだったので、本番前に私これも衣装を着替えてお昼公演の前に食べてました。で、メンバーとかがお昼公演終わったら食べようとか言ってるのを聞いて、やっぱり痩せてる子たちはなんかダイエット頑張るぞっていう感じじゃなく、日々のそういうなんかちょっとしたことでの調整で痩せてるのをキープできてるんだなって感じました。えらい。私は食べちゃった本番前で。これくらい豚ロース2枚と白米3分の1かな、これくらい食べました。あとはこうなんかかぼちゃのなんかと煮卵とひじきを食べました。で、コンサート終わって運動です。コンサート終わりにジムに行ってきました。やっぱりまだ最初より痩せたとはいえ、体が肉付きでたくましいから強そうですよね、上半身が。はい、この2種目以外にもいろんなトレーニングをしました。コンサートで疲れてたのでめっちゃきつかった。で、トレーニング後はウェイトダウンのプロテインですね。なんかもうペットボトルで飲むのに慣れてきちゃった。で、夜ご飯です。まあ夜ご飯っていうかなんですけど、はい、よもぎ内服。これはトレーナーさんにこの後何食べたらいいですかねって言ったら、甘いのとしょっぱいのどっちがいいですかって言われたら、甘いのいいのって言ったら、まあ大福とか羊羹とかなら、食べたいならですけどって言われたから、羊羹食べるじゃなくて、なんだっけこれ、よもぎ餅食べるって言って、よもぎ餅を食べました。なのでもう一度、はい、走りに行きました。夜コンサートやってジム行って、夜は1時間走ったので、この日はもう自分頑張ったって思いながら、心の中ではロッキーのテーマが流れながら、走っていました。はい、でも実際聞いてたのは霜降り明星さんのオールナイトニッポンを聞きながら、なんかラジオ聞きながら走ってると笑っちゃいますね、マスクの仕方で。で、帰ってきてからは半身浴です。ラベンダーの香りの入浴剤。はい、パッケージ的に水色のお風呂かと思ったら全然違う黄色でした。でも香り、このシリーズは香りがすごく強くて大好きです。はい、夜の体重測定。夜の体重は 57.4、 今日の朝の 57.4 から変わらず、はい、食べたのに変わらずはありがたいですね。たくさん運動したからだと思ってます。大徳さんでの、ダイエット企画が終わった後もこのダイエットチャンネル続けていくので、皆さん応援してください。皆さんはどんな一日でしたか？明日も一緒に頑張ろうね。バイバーイ。